東芝レクサプレミアムタイム。福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオ。いやー699第699回、来週は700回ですね。お前らいよいよですね。我々の一つの大きな目標だった。そうでしたか。ごめんなさい。総口さんは人知れずそれを目標に生きてらっしゃったことを今知りました。指折りこう数えて、二人とも焼けてないなんか。私は、片瀬江ノ島でずっとロケをしてたんで。ああ、そうですか。すごかったです。人多かったテレビ番組に。江ノ島、人多かった。だって、いつ今日今日。ということは、夏休み最後の日的な、まあ、お盆休みとかで、まとめて休み取ってる人最後の日的なこと。そうですね。すごかったですよ、もう。多いですか？多かったですね。もう、とはいえ、ビキニの方もいれば。ティーバック率ってやっぱり少ない？ティーバック率少ない。ああ。いや、というか、見てないかも。ティーバックは見てないかもしれない。まあ、確かにその、日本人の女性のヒップとティーバックの水着の相性っていうのは、うん、まあ、ブラジルに比べたら。だからね、ね、まあ、その、いわゆるプリケツ道からしたらちょっとね、部が悪いところもあるかもしれない。日本人は和尻ですから。だからこそ和服が似合うじゃないですか。そうですよね。これ逆にそのブラジル人の方が和服着ても、なんかちょっとこう、不思議な感じが我々としてはするでしょ。足が長くてお尻が上の方にあると、ちょっと着物はね。だから僕ね、正直ね、僕自身が、袴姿になったりするとね、若干ね、違和感があるんですよね。さすが、世界と戦えるこの、なんか、世界の美男子ランキングで一人だけなんか誰か作ったやつがランクインしてましたね、なんか。え？なんか、誰か、そんな今それがツイッターとかですごい広まってるんですけど。マジで？ええ。これ誰が作ったんだろう、このランキングと思うんですけど。誰が票入れてんの？わかんないですけど、そんなので一人だけなんか日本人でランクインしてましたよ、なんか。嬉しい。てか、1位とか2位とか。調べるわかりますよ。まあさ、あとで、いや、リスナーの人に送ってもらいましょうよ、そんな。何でもかんでもね、自分で調べると番組成立しないから。そうそうそう。コミュニケーションってね、コミュニケーションで広まってるなんかそういうのが。何でもそう、嬉しいな。何のランキングなんだろうと思う。嬉しいな。そう、だから、いわゆるちょっとお腹も出てた方が本当は和服が似合うとかってね。うん。あんまり痩せてる。でさ、この間ね、ちょっとその、某ブロス TV っていうテレビ番組の収録で、はいはい、ファンクラブ向けのね、うんうん、ファンクラブ内だけで公開してる僕の番組があるんですけど、はいはい、それで、海にちょっと行ってきたんですよ、はいはいはい、実は、スタッフとね。で、その時にうちのマネジメントの人間の、佐藤くんと、はい、あと、その時ね、FM のチームの人たち来てくれてたんですよ。はい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 、でそこの、宮野くんっていう、はいはい、まあ、今編成の方やってる、ええ、で、まあ西庵っていうのと、あと、まあ、まあチェリー清水さんもそうだし、はいはい、みんなねちょっとぽっちゃりしてるんですよ、はい、で中年っていうのは、うん、海に行った時にぽっちゃりしてる方が馴染みがいいね、うん、なんか生地こういい体だと、うん、なんかちょっと逆に、まあそれ俺のことなんだけど、ええまあ年齢にしたらえらいいい体してますから、それはもう福山さんはね。なんかやっぱり、そのぽっちゃりしてる人の方が、海と似合うよね。わ、かるでしょ、小原さん。海の近くに住んでらっしゃる小原さんだったら分かってくれると思うんですけど。似合いますね。なんか鍛えてると、こっちに見えるでしょ。見えます。なんかこう、新しい声探してらっしゃるのかな、そっち方面でっていうね。鍛えて焼いてると、はいはい、中年が、中年というかまあ40超えて、はいはい、まあ、50超えてでもいいですけど、はいはい、焼いて鍛えてと、なんかちょっとこっちにね、感じて、むしろ、まあ。あまりにも自分が好きなのかなみたいな、こう、ね。うん、あ、そうね、そっちかな、うんうん、そっちかな、うんうん、ナルシスティック、うんうん。で、ぽっちゃりしてる人の方が、で、しかもその、海行ってないから白いわけ。そうですね。白ムチなわけ。はいはいはい。その方がなんか、うん、日本人の普通に働いてる人の平均的なありようとして、うん、日本の海と、なんか似合う感じ。だからこう、頑張ってる感っていうのがあまりこう感じられない方がちょっとまあ、見てる方もこう、緊張しちゃってする。僕はそう思いました。で、これがハワイとか、
の青い空、青い海、真っ白なビーチだと、うん、この白ムチの中年ぽっちゃりっていうのは、これは良くないんですよ、なんか。あの馴染みが。はいはいはい。今年初めて来たのがこのハワイでした、みたいな、海が、うん、みたいな。で、一応、アロハ着てみました、みたいな。ビギンみたいな。ビギンじゃないけど。ビギンじゃないけど。あれはエイサーだよね。でもなんか真っ白で、なんかムチっとしてるイメージありますよね、ビギンの皆さんもね。まあまあ。沖縄の人なのに、みたいな。なんかそう思ったな。いや、それがいいんですよ。うん、あの、頑張ってない感が。だ総口さんのその、はい、頑張る頑張らないの、はい、そのギリギリのとこ、はい、ってやっぱりいいですよ。そうですかと思った。土俵際で一応ギリギリ踏みとどまってるけど危ない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 。一応テレビに出る人間として、はいはい、時々我に返って頑張るんですけど、またこうなんかこう旦那様が油断してる、うん。そのギリギリのところにいるのがやっぱり海に似合うんだなと思いました。だって小原さん小原さんで海のそばに住んでるんで、毎日こうね、海に入ってる人から日焼けして。海に入ってるっつったって。体冷やすために海に浸かってるっつってたからね。海水浴ですか、ね、海水浴だよね、まさに。焼けてるしね。そう。だから今日なんか本当に海に行った方多いと思いますよ。お盆だから地方とかに戻ってる方とかでもね、そろそろもう東京に戻ってきてるかもしれないです。まあ、クラゲに刺されない程度にね。まだ大丈夫だ。どうだったの？今年多いんですよね。あ、多いの？ちょっと多いんですよ。あれ何なの？日本にしかいないの？海外いるの？あ、クラゲいますよ。ハワイも？いや、私一回バリ島でなんかあの、ダイビングしたらもうクラゲに刺されまくって、もう本当にダイビング嫌いになりましたもん、だって。あの、日本と同じようなやつ？あの、こう、ちっこくて足がピューって長いやつ。長くて触るとバチーってなって。バチンコバチンコ。うわーっていう、それがもう、うわーって言って。あ、いるか。別に日本じゃなくて、もっと強いやつ、強力なやつがいるよね、きっとね。いると思いますけど、今年多いね。多いと言われてますね。ちょっと変わった危ないのがいたりとかして。ねえ、なんかそのニュースやってたでしょ、はいはい、なんかちょっとその、毒がいつもより強い。はい。イカかな、うん、イカ？イカみたいな。ちょっとタコだ、タコ。タコ？タコ。ちょっと毒をすごい毒性の強い。あ、なんか毒、毒ダコ出てたね、なんかね。茅ヶ崎とかあっちの方に出てきて。毒ダコ。もともといないものなんですけど。海水浴するようなところにも。ところに出てきてると言われている。それって刺されると結構重大。重大ですね。重篤な。重篤になったりする。いやいや、だってクラゲとかでも本当にもうなんか無知で叩かれるみたいに、ブワーって水張りになりますからね、あれ。あれ、おしっこかければいいっていうの嘘でしょ。アンモニアね。うん。あれ、俗説だよね。うん。だから慌てて海の中でこう、なんとかしようと思っても、なんかそんなんじゃ無理だな、みたいな。そうそう。いやー、そう、ね、まあ、気をつけてもらいたいですけどね、それはそれで。いや、ちょっと白いですよね、はっきり言うと。うん。だって。鍛えてますけど、ちょっと白いですよね。うん。そうです。白いですよ。僕、全然焼けてないです。焼けてないですよ、ね。今年は。うんうん。うん。仕事で海に行ってるわけでもないし。うん。なるべく焼けないようにしてるわけですよね。いや、そんなつもりはないですよ。別に焼くなら焼いてもいいですよ。ああ、そうですか。うん、全然いいんですけれども、なんか、ロケも今ないじゃないですか。ああ、そうですか。うん。で、海に行って、裸になる理由もないので、今。まあ、理由がなきゃ海に行って裸にならないのかって言われれば、ちょっとおかしな話だなと思いますけど、うん。水着になるわけでもなく。そうですね。別にスポーツジムに行ったからって別に、そうですね。日焼けするわけでもないですからね。あ、日焼けサロンに行ってるわけでも、あの、龍馬伝の頃みたいに積極的に日焼けサロンに行っていたあの時代が懐かしいっていうね。そうですね。ええ。まあ、じゃあ今日はまあ平場ということで、はいはい、そんなその皆様の。お盆のなんかね、いろいろなこともあったかもしれませんからね。うん。海にまつわる話であるとか。夏休みもありますし。はいはいはい、はい。まあ、あとまあ、だらっとね。え、その。メールなんかもいろいろ来てますね。うん、先週の、ホッパン話もあったりとか。あった。ね。うん。ホットスポットはオンエアされましたけどね。はい。ホットパンツの話はまだちょっと、まだまだ。ね。若干こう、続き気味ということで。あります、いろいろ。はい、あります。じゃあ、今夜も行ってみましょう。改めまして、ホットスポットオンエアになりました。そして、コンホッパン、福山雅治です。コンホッパン、総口明久です。あの、江ノ島でロケやってて、うん、やっぱ、たまらじリスナーっていうか福山さんとかほんといるんですよ、やっぱり。いやいや、それはいるでしょうよ。いや、でいるけど、大体私を分かるのがご夫婦でいて奥様の方だけ分かるわけですよ。あー、それはもうね、ベテラン、はいはいはい、マシャファンですよ。いや、結構年代もいろいろでしたけど。で、あ、そうですか。何人かで、もうだから、総口さんだったら、なんかテレビ見たことある人もあると思うんですけど、総ちゃんっていうじゃないですか、まあね、したら旦那も急に奥さんが、私だなんか知らない男を見て、そうちゃんって言うから、ああ、旦那さんが、ん、何お前、誰だお前、
みたいな、なんか一瞬不穏な空気が流れるんですよ。だっておかしいじゃん、そうちゃんとかって、知らない男に対して、ね、私に近寄ってくるから急に、だからいや違う違う違うって、毎回説明しなくちゃいけなくて、はいはい、いやラジオの人でとかってすいませんね、いやいやいや、俺もすいませんって言ってもおかしいですけどいやいや、そういうことが今日一日繰り広げられたんで、なんか何件かあった、ありました、女性がそうちゃんって言いながら走ってくるから、その後ろから旦那とか恋人とかが、なんだよなんだよお前誰なんだよみたいな、ガバーンみたいな、そう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 、いや違うんです、ラジオなんです、ラジオなんですっていう、そういう方にも皆さんたまらじ聞いてくれてるんではないでしょうか、はい、さあ、あのホッパンことホットパンツ、はい、福山さんがあのビーズの稲葉さんのようにホットパンツでライブをやりたい、先週やりたいとか、やってもいいのかな、どうなのかな、皆さんのそろそろね、見たいのか見たくないのか、うん、どのタイミングでどんな風にホッパンになるべきか、ホッパンを履くならスネ毛はどうするべきか、皆さんからのご意見引き続きお待ちしたいしております。それから東芝さんとのコラボ企画、真夏の恋の体験物語にもまだまだたくさんのエントリー待ってますよ。メールはマシャアットマークオールナイトニッポンドットコム、マシャアットマークオールナイトニッポンドットコム、マシャのスペルは MASHA で、おところと名前電話番号も忘れずに、今夜もご存じまでよろしくどうぞ。さあ本日の1曲目、これはどういう理由で選曲だったんですかこれああ子供と一緒に聴いてる人がいるかも、小山雅で生きてる生きてく、東芝レグザプレミアムタイム、福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル。この番組は東芝、JA 共済がお送りします。今まで僕が見てきた世界は何だったのだろう。フル HD の4倍、シネマ 4K システム採用。大画面こそ美しく。4K レグザ、誕生。東芝。福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル、魂のラジオ、有楽町日本放送から全国にオンエア。石川県のうららちゃん18歳の高校生からいただきました、うん、コンビーチって、コンビーチ、あ、マシャ、うん、世界のランキング7位ですよっていう、そのあのいい男ランキング、どこにあんのそれ、なんかネットに流れてるらしいです、ジョニー・デップを抜いてトップ10に入ってますよ。それはないな。そんなことはないよ。あ、世界のおじさまは本当にハンサムです。おじせんです。うららちゃんは。あ、じゃあ俺もおじさまなんですね。そりゃそうだよな。いや、カテゴリーからしたらさ、おじせんですよ。そりゃそうだよね。マシャおじちゃんって言われてるからね。マシャおじちゃん、親戚演者だからね。マシャおじちゃんですよね、うんうん。私にとっては最高のランキングですよ。と、私の中ではもちろんマシャ1位ですよ。っていう。ほら、皆さんやっぱ知ってんですよ、そのランキングのことを。おじめんでしょ、あ、そう。いわゆる。おじせん。うん、群馬県の黒豆さんからいただきました。はい。福山さん、こんちになる。こんちになる。スペインの、サン・セバスチャン映画祭に、そして父になるが出品と決まり、を監督と一緒に参加されると聞きました。おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんです。出てましたよね。ニュースに。もう流れてました。ネットでも流れてました。ニュースとして。監督は、是枝監督は、同映画祭には何度も行かれてるようで、うん、福山さんとバル巡りがしたいと。もう、なんかその、ちょ飲むのが楽しみだみたいな。あ、そう、読みました、私も。いやいや、監督そんなお酒強くないですよね。おっしゃるほど。カンヌではなかなかそう暇がなかったんで。まあ、ないですよ、ないですよ。今度はその福山さんも、大好きなそのスペインの地で、はい、バル巡りがしたいですと、確かに、ニュースにコメントしてらっしゃいましたよ。いや、嬉しいなぁ。是枝さんとゆっくり。いや、結構ね、取材とかでね、はい、ここ、はい、何週間か対談があったりとかしてるんですけども、はいはい、やっぱりね、バタバタしてるんで、そうですよね、そんなゆっくりこう。いっぱい行きますかみたいな。ないっすよ。まぁ、あ、ちょっと仕事帰りにいっぱいなんていうのもね、なかなかお互い時間が、別件があったりみたいなことでね。その後どっかに行かなきゃ、うん。で、このメールでも福山さんはサンセバスチャンとかも、もしくは バスクの方に行かれたことあるんでしょうか、早くレッドカーペットの姿を拝見したいです。はいはい。ありますよ、僕。サンセバスチャン。あ、サンセバスチャンにもあるんですか？あります、あります。はい、どんな感じのこう。あのね、まあ正直言って世界一のバル街ですね。ああ、そうですか。バルすっごいあるです。ありますよ。じゃあ、是枝監督の言ってることはあながち間違いではないと。いや、間違いない。本当です。いいバルがたくさんあると。あります、あります。へえ。素晴らしいです。じゃあ、夜っても結構飲む時間遅いんでしょ、向こうって。
夕方ちょっと私も、そうですね。うんうん。お店も。でも、北の、バスクの方なんで、はいはい、僕の記憶では、はい、マドリッドや、はい、スペインのね、スペインのマドリッドや、バルセロナほど、夜遅くはなかったかな。もうちょっと早めに終わる感じ。スペインの、ね、小原さんともね、ちょっと行きましたけれども、うんうん、バルセロナなんかは、8時ぐらいから飯食って、で、飲み始めるのはもう11時とか、もう夜中から始めるみたいなね。飯をちょっと軽く食った後に始まると。うん、そうあ、そっか、バルって日本だとなんかちょっと軽く最初にそこで飲んで、うん、そっからじゃあレストランとか集まっていきますかみたいな感じですけど、じゃなくて、うん、一回ご飯とか食べてそっからさらに本格的。だから夜長いんだけど、スペインって僕の記憶ではね。でも、サンセバスチャン、バスク地方の方は割と早かった。もうちょっと早かったかな、終わるのが。あ、なんかバスク地方ってなんか私の中ではすごいこう、なんか独特な民族性のあるというか、うん、スペインのサッカーでもバスク地方の人だけで作ってるチームとかあったりとかして、地元愛が多分なんか半端ないようなイメージがあるんですよ。そうですね。まあ、若干ね、バスクと、うん、いや、バスク、我々はバスク人だみたいな。言いますよ、なんか、ジダっていう。うん、あれでちょっと若干揉めたりすることもまあ、あるっていう。スペインってのはカタルーニャ地方だけでも、そこだけでもちょっと揉めしたりとかいろいろありますからね。うんうんうん、あるんですけれども。物も美味しいんでしょうね、これね。美味しいです。で、行ったら行ったで別にそんな、なんか、そんな好戦的な人たちっていう感じは全くないんですけども。うん、海のもの、いや、いろいろ。へぇ、まあ、海近いんですけども、サンセバスチャンは。我々だからどうしてもスペイン料理ってなんかパエリアみたいな、ほら。じゃなく、もっといろんな、こう。あれですよ。タパスみたいな。ピンチョスタパスですよね。なんか刺したような、こう、いろんな。ちっちゃいパンの上に、いろんな具が乗ってる、いろんな様々なバージョン。まあ、寿司みたいなもんですよ、日本で言うと。そうかそうか。炭水化物の上に、魚介類だったり、お肉だったり、いろんなのがちょこっと乗ってて。楽しみですね。ようやくちょっと時間も取れるかもっていう。うん、そうですね、取ってもらわないとね。うん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 、やっぱ人生を楽しまないとね。エンジョイしないと。スペイン人になってる、スペイン人。人生を。日本人みたいにこう、なんかバカンスも取らずになんか、とかずっと働いてるみたいなイメージが。ねえ。これほら、今回あれですよね、そのサンセバスチャン映画祭の。パールズ部門という。パールズ部門。うん。やつのようですよ。うん、はい。それは、なんかその投票してみたいな。いわゆるコンペティション部門じゃない。これはですね、なんか書いてあると、パールズ部門というのは、はい、映画祭や映画賞を賑わせ話題となった、その年を代表するような作品として、上映される部門だそうで、過去には別離という映画やアーティストありましたよね。などアカデミー賞に輝くような作品が出品されてきた部門ということで、で、コンペティション部門ではないんだって。今回日本から風立ちぬとかも、アニメの。見たですね。うん。他にもね、これは、Like Father Like Son じゃなくて、Son というタイトルで、ですね。そうなってんだ。Son とか出ます。S-O-N って書いてあります。そういう感じ、ね、Son みたいな、息子みたいな意味ですかね。息子、まあ、いや、まあ、息子ってだけ言うとなんかあれですマグロ、いや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 、それ2夜連続みたいなイメージになってしまう。うなぎ、今村翔平。今村翔平監督ね。うん、なんか、やっぱりそうそうたる映画がやっぱり並んでます。楽しみです。これはどういう映画祭なのか。またレッドカーペット、そしてその雰囲気もちょっとまたね、カンヌとは。ねえ。雰囲気も違うのか。映画祭なんかさ。もうなんか今年も。行ったことないのに。世界の映画祭をもう、そうな目ですよ、もう。なんか前から行った風な顔になってない？大丈夫？知った風な顔に。もうなんか世界で行った。もっと初々しい感じで行きたいんだけど。いや、地球に触りながらやべ、触るんだよ。福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオ、有楽町日本放送から全国にオンエア。いやー、これはびっくりした、うん、今ツイッターのトレンドで、数あるいろんな話題を押しのけて、私がさっき喋ったそうちゃんっていうのが6位に入ってるんですけど、これはなんか前なんか誕生日の時の40何歳童貞なんか穴みたいフリー穴みたいなのが入って、世界イケメンランキング7位を超えた6位ですよ。トレンド。これまた誰なんだよ、そうちゃんってって、ググる人が出てきて、誰だよ、これって、またそこで、ツイートされて変なことになっちゃうんですよ、これ。ちょっと、
リスナーの皆さんもっと上げてくださいよ。いや、いや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 。うん。またこれ誰なんだっていう。他に入ってんのほら、ロブスターとかだ。いや、僕、いや、それには勝ってもいいかもしれんな、ロブ、な、なんで今ロブスターが話題になってるんですか。ロブスターって。なぜ、ね、ロブスターよりも随分上にソーちゃんがあるよ。あ、ロブスター勝ってますか。そうかそうか。うん、なんでロブスターなんだ今。いや、あげたいな。そうですか。あとは、ほんとだ、なんだロブスターって。ねえ。ええ。そうちゃんあげてくださいよ、みんな。ほんと、ですか。まあまあまあ、無理な範囲でお願いします。自然な流れでね。福山雅治のオールナイトニッポン、サタデースペシャル、魂のラジオ。あの、先週から話題になっております、あの、福山さんがライブでホットパンツを履くべきか。否かという。否か、しかも履くならどういうシチュエーションでいつ履けばいいのかっていう。うんうんうん、やっぱ、それから先私もいろいろなんかあの、なんかライブ映像とか見たら、やっぱ、ビズの稲葉さんって、長いパンツ履いてて、バー歌った後に、ちょっと触ったら、バラバラバラってこう脱げるようになってて、本当に、一瞬で。それっていわゆるその、歌舞伎で言うとこの、あ、そうですね。早替えつんだっけ。見てる間に、さーって服が変わる。だやっぱりさ、その。分かってるなと思って、稲葉さんそこ。ライブアーティストっていうのは現代の歌舞伎ものってことだよね、要するにね。で、そこでお客さんも、うわーってなってるんですよ。ジュニジ。特殊な服ですよ、あれ。ズボンが、シャッターったら、ザーンって抜けてホットパンツになってるんですから。うん、稲葉屋いや、本当にみんな、いい、これだーっていう感じで。ああ、いいじゃない。あれは、ありかもしれません。だってなんか、後ろでもぞもぞ着替えてるのってどうかと思うんですけど。スパシーンっていくわけですね。そうそう、みんな見てる前でサーンって。はいはい。はいはい。そういうのってほら、AKB とかでも歌番組で結構あるじゃないですか。あの衣装がメドレーでパーッと変わったりとかする。両側からあの、AKB のほら、なんか若手の方が引っ張ると、大島優子さんとかのがバーンって真ん中から割れて、はいはい、ちょっと短めのスカート出てくるみたいな。はいはいはい。あれですよ。はぁ、あ。じゃあ私と小原さんとか今上さんとかで両側出てきてダーンって引っ張ったらまあいいですよ、それでバーンって抜けてでもいいですよ、タンクトップにホッパンみたいなんでもうあのねタンクトップにホッパンでワーイみたいな週に2回ジムにトレーニングに行ってる山下清さんじゃないんだあ、そうなんですか違います、違うんですか、うん、それどうかな皆さんからもいろんな意見来ておりますご意見頂戴いたしましょう。横浜の、これはお名前はどれだ？あーと、これ、読んじゃっていいんですかね。下でいい。みなこちゃんですかね。みなこさんがいただきました。こんましゃー。こんましゃ。ホッパンでライブぜひやってください。賛成派です ね。先週の、この間の日曜日、あの、日産スタジアムでのサザンオールスターズの復活ライブ参戦してきました。うん、あ、俺も行った。あ、福山さんも行った。うん。前日のたまらじでホッパンのライブが話題になっていて、翌日、桑田さんがホッパンではないけれど、短パン姿でギターをかき鳴らす姿。昔からやってますよ、桑田さんは短パンで。うん、結構若い時の人とか見ても、本当にあの、ランニングに短パンみたいな感じで。あの、湘南の山下清さん。で、もしくはもう上半身裸みたいな、わーって客席に。ホッパンではなく、まあ、短パンでギターをかき鳴らす姿を目の前で見て、57歳の桑田さんが、もうこの姿、マシャのホッパン姿絶対いけると確信しました。期待しています。桑田さんの短パンってその、いわゆる、なんか、生々しい変な感じっていうのがないんだよね。例えて言うなら、はい、本当にその、少年っぽい感じか、まあ、わかんない。桑田さんひょっとしたらアンガス・ヤングとかイメージしてるのかもしれないけど、あのギタリストのね、どうなんだろう。全然その、いわゆる、アクセル・ローズみたいな感じとは違うじゃないですか。ウェルカム・トゥ・ザ・ジャンゴーみたいな感じじゃない。みたいな感じじゃないじゃないですか。いわゆるこう、生きってる感がないわけですね、なんかね。そう、だから短パンのまま、あの、バラード歌っても全然違和感がないんですよ。絶対領域じゃないんですよ、なんかその、あそこが。デビューの衣装はランニングパンツだったのね。そうだよね。最初から。シンドバッドの時から。でもあれは、アミューズ、の噂によると本当に衣装代がなかったっていう話ですけどね。いや別に衣装代がないからって長ズボン履いても別にいいんじゃないですかなんか。いや長さもね。そんな問題なのか。短くなっちゃうぐらい衣装代がなかったっていう。じゃあこれでいいんじゃないかみたいな。アミューズのデビュー当時の、はいはい衣装代のなさの異常さって言ったらないですよ。僕だってそうだと思う。どの雑誌を見ても、はい、雑誌媒体違うのに全部同じ格好ですよ。あの、ユニフォームかよって。ビジュアル系かよって。
そんな、全然そんなんでもないのに、全部同じ格好ですよ。当時はスタイリストもいないし、アクセスを、はい、ミュージックセッションで歌ってる時もその1年ぐらい前に雑誌出てる時も全部同じ格好ですよ。ミュージックステーション出てるのにその格好、多分そうだったんじゃなかったかな、あのなんか牛の柄あ、そうそうそう、あの カウ柄のね、なんかね、カウボーイですよ。カウボーイは実際そんな格好してないような、してないですけど、あれ、まあ、衣装代がほんと出なくてね、あないんですよ、衣装代が。だから今の若手なんかまだいい方ですよ。最初からね、スタイリストもついたりとかしてね、バッチリヘアメイクとかもやってね。音楽班はあんまないかもな。役者班なんかやっぱりちゃんとかっこいいっすよ。見た目からね。で、ほら、若手バンドってさ、あんまりヘアメイクとか、スタイリストとかつけてない人が多いでしょ。あんまりうちに限らず、アミズに限らず。バシバシに決めるとなんかそれはそれでどうなのっていう雰囲気があったりして、みたいな。そう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 。自分の私服で出る。そう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 。はいはいはい。東京のゆきちゃんからいただきました。マシャ、コンホッパン。コンホッパン。ホッパンについて私は、やはり、突然、偶然、チラッと見えてしまったところにセクシーさを感じますと。そこで思い出したのが、60還暦を過ぎられた小田和正さんのホッパン。あ、そうなんだ。で、ではありませんが、うん、あ、そうか、小田和正さんは七分丈のパンツに B さんでステージでした。ちょっと短めのね、丈がね、確か気まぐれんの、寿司の音玉ですかね、じゃあね、寿司のビーチでのフェスでのことでしたが、みんな可愛いと大騒ぎでした。小田さんも予想外の反応に大テレ でしたが、 B さんで歌う、B さんに七分丈のパンツで歌うラブストーリーは突然にっていう、ありですね、いいですね、なんか、いつも以上にキュンキュンして、マシャも突然にこうチラぐらいの足首ぐらいがいいかなっていうふうに思う。ラブストーリーは突然に、波に、ホッパンは突然に。もう、三なる B さん。まあ、ビーチでのね、イベントってこともいや、でも突然、はい、じゃあ次行きましょう。まあ、皆さんからネットでこのホームページで国民投票もいただいたんですけども。どうなんですか？結構これ競りましたね、これ。選択肢のうち。やっぱ一番多かったのはぜひ見たいなんですけども。それからやっぱり20票差ぐらいでチラ見せぐらいがいいんじゃないか。それからまた20票差ぐらいでそんな無理しなくても。そんな無理しなくてもって何？別に無理してないですよ。結構三つどもえになってましたね。無理してないです、無理してないです。一つの企画として。これだからもう今、これから先絶対ないわけではない。しかし この3つに割れてるのってのは面白いね。北区吉武40歳からいただきました。マシャ、コンホットパンツ。コンホットパンツ。先日、笑っていいとも増刊号の放送終了後、お楽しみトークのコーナーで、ホットパンツの話題になり、タモリさんがホッパンを履いたらどうなるのかという展開になり、実際タモリさんがホットパンツを履いた姿でオープニングの登場シーンをそこで再現。反応は観客も出演者からも好評。タモリさんもお気に入りの様子。ちなみにタモリさんの足のすね毛は生えてるのかわからないぐらいの薄い感じで、ホットパンツ姿のタモリさんの姿はなんかおしゃれでした。もともとタモさん走ってらっしゃるし、あとやっぱり、本当の意味でのおしゃれさんなんで、服は基本的にスーツとかオーダーですからね。そうそうそう、オリジナルブランドの、フェラチオ・ボッキーニっていう、はい、よく見ると刺繍で書いてあるわけですよね。タグがあるんですよ。バイ・ミタノっていう、ミラノみたいな、イタリアンメイド、イタリアンテーラーみたいな感じのやつを自分で、はいはい、まあ自分の、まあ仕立て屋さんで作ってて。だからタモリさんだからちゃんとしたもう本当に高価なもんなんでしょうけれども、タグは自分のやつで。なんか俺もそういうの、なんか作りたいな、なんか。スーツとか、いつも自分の仕立てのやつで。だからタモリさんって普段の格好って意外にこうちゃんとこうネクタイとか、決められてたりとか。俺も、ラジオだったりするのに。CM とか、いろんな仕事で仕立てのスーツ、自分の体の採寸をしてちゃんと仕立てで、スーツ作って、まあシャツもね、作ってもらって、なんとか撮影したことあるんですけど、正直に仕立てのスーツだと、仕立てのシャツと仕立てのスーツだと、全然疲れないですよ。体に合ってるんで。体が無理にすると合わせる感じにならないからっていう。全然疲れないです。窮屈じゃないし。だから多分楽なんだと思うんですよ。そっちの方が。タモリさんも。
まあ今日のね、僕の格好なんか運動してきた後なんで、もう自分のマサジャージに、マサジャージですね。マサハル T シャツに、そうですよね。帽子ももうなんかその、全部自分のもんですけどね。ベースボールキャップ被ってますけどね。はい。これ妻恋で販売してたやつ。それだ、あ、はい。本当に福山さんファンとは全く同じ格好してますね、今日はね。ライブ参戦している。もう、オフィシャルグッズ作ってるアーティスト、見本ですよ。全部自分で自分のも着てますからね。これライブのアンコールでもここまで全身着てこないだろうみたいな感じの。しかもなんか組み合わせが悪いしね。なんかね。これ。あ、今日だから運動してきたから。うん。ちょっと時間があったんですか、今日じゃあ。うん。ちょっと運動してきたんで、あれだけど。だからこのね、T シャツと帽子はまあ、コンビネーションとしてあるんだけども。はい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 、はい。合ってると思うんだけども、はい、このジャージのね、マサジャージ急に感じっていうのが、組み合わせが悪いんだわ。一個一個はね、いいもん、そのね、そうなんですジャージもアレーナのやつですけどね。そうなんです、うん、そう考えたら、今日は全部本当に、本物の、そう。フェラティオ・ボッキンじゃないですけど、全部私物ですよね、それね。全部自分のグッズなんですよ。自分のブランドですよね、それね。そう考えたらすごいですよね、それね。こんなマネキンいないよ、いないですよね。うん。あ、考えたらすごいことになってますよね。自ら率先して全部自分のグッズ、自分のアイテムを着倒してるわけですよ。どれだけ好きなんだ、自分がっていうぐらいの。うん、すごい。だからだ、今日いつもとちょっと服が違うと思ったら、はい。愛知県のレンカちゃんからいただきました。福山さんのホッパンライブぜひとも見たいですと。ライブでホッパン入りいいと思います、うん。足の毛の方は剃ってしまうと後々チクチクしちゃうので、脱色するとか脱色か懐かしいな足の、昔すね毛とかを気にした時代ありましたよね。なんかちょっと高校生の時とかどう、なんかな濃いなとか。俺ね、薄い方だからもっと、ね、生えたいなと思ってたけど、女の子がその腕毛とか脱色してた時代があったよね。今も脱色とかしてんの？そら、剃っている。今はもう脱毛ですよね。だからそう、なんかちょっと金色みたいな感じでファサーって。そうファサーって人いましたよね、昔ね。そう、いたいた。近くで見ると、あーっていう。うん。もう脱色。真夏の方程式では、真夏の方程式で見た生足は色白で綺麗でした。うん、なので焼かないで色白で綺麗な生足は見てみたい。ホッパンを履いてライブする福山さんを妄想しまくってしまいます。だからホッパンを履かれる時でも、日焼けとか日サロとか行かずにその白いまんまでいてほしい。色白の生足っていうのは、それが似合うのはミルコクロコップぐらいじゃないですか。見えない角度からハイキック来るわけですよね。あとはもう世界陸上でね、世界、まあ多分白人の中では一番早いと言われていた、いる、はいはい、ルメートル、フランスの。彼はまあ、色白。独特のやっぱヨーロッパの人という。そうね。まああれヨーロッパ、青い瞳でブロンドっていうのがやっぱりね。ちょっと生えててもね、ちょっと金色のまさにこうね、すね毛とか毛なんかもね。うん、そうね、うん。まあ一応、ホッパンは、色白のまんまで履いてほしいという意見もありました。うん、神奈川県の、ゆいちゃん、17歳は、コンホッパン。コンホッパン。マシャは足が細いので、もう絶対ホッパン似合うと思います。私はホッパンを履いて、ホッパンを履いて、追憶の雨の中を歌ってほしいです。マシャがジャンプするときの足の筋肉をまじまじと見てみたいんです。そんなにね、筋肉はね、大腿四頭筋がそんなにないので。ああ、そうですか。大腿四頭筋ってどこでしょ？表です。太ももの表側です。この表側の。うん、大腿四頭筋。これはまあ鍛えると思う。サッカー選手はすごいですよね、なんかね、この。割れていきますからね、鍛えるとね。そこまでではないかもしれない。そうね、うん、そこまでじゃないからね。強くの雨の中でこう、その120メートルとかを走ってる時とかの足の感じをこう、腕を高く上げながらこう走っていく感じとか。あ、こっちじゃなくて、こっち。こっちか。よくね、腕振るときにね、はいはい、前に振りがちなんだ、はい、それはね、短距離走では逆で、こっちなんですよ。肘の高さが肩と同じぐらいまで上がるぐらい、これぐらい振らなきゃいけない。ですね、これ。うん。あ、もう外れるから、やめて。四十肩なんだ。これは、大分県の、沙織ちゃんからいただきました。はい、コンホットパンツ問題。コンホットパンツ問題。私は、マシャにはホットパンツを履いてもらいたくないんです。はい。私はあまり男性が足を露出するのが苦手で。うん。勝俣さんのような年中半ズボンを履かれているのも苦手です。うん。足を見せるなら足首をちょい見せぐらいがいいんです。でももしマシャがホッパンでライブをやりたい、と思い、ライブをもしもしたら、ヤフトピに乗ったり、朝の情報番組などで偉いことになったりもすると思うので、まあ、それは見てみたいかなとも思います。という
やっぱ苦手な方もいるんですよ。そんなもう足出されてもっていうね。足首しらみ、まさにあの真夏の方程式ぐらいのこうちょっと浴衣の裾から見える足首ぐらいがいいと。毛が嫌だって方が。ああ、毛が嫌だ。毛が嫌。男性の毛が苦手と。ただね、やっぱり、イノベーターというものはね、はいはい、どんな反対意見があってもやっぱりやるものですから。いいですなそうですね、確かにね、もうなんかね。最初は必ず逆風吹いてくるもんですからね。そう、常にやっぱり時代を変える時っていうのはもう非常にそういう逆風や抵抗ってあるんですよね。はいはいはい。そしていつも時代を切り開いてきた福山さんとしてはもうこうなったらもう行くと。行く時には。だから、どっちかじゃないですか、その、足を見せるという風に、こう、短パンになって、こう、足の露出が増えるか、足は出さないけれども、この V がもっと深くなっていく。首から、首からこう。あの、ちょっと先生、あの、フレディ・マーキュリーの、こう、乳首が出るぐらいまで V カットがこう、V ネック的なものがこう、でも、ギャランドゥの部分まで V が入り込んでるっていう。へそから股間のギリギリまで V が。うんうん、ああ。それにならいけるかもしれない。でもあれこそさ、毛がないと成立しないでしょ。ああ、ツルツル、ね。胸毛とか、ギャランドゥがあって初めてあの V ゾーンっていうのが成立してて、はい、ツルツルだと、なんか、バッタの腹みたいになるんだよ、なんか。ツルツルでちょっと割れてる腹筋とかで逆になんかちょっといやらしい感じになってる、ね。コオロギの腹みたいになるでしょ。ああ。よくないかもしれないですね。その時はやっぱり毛を、つけて、つけるよね、やっぱり、ね。つけ毛。つけ胸毛。つけギャランドゥ。あ、これがまた多分女性の中でも胸毛大好き派と、もうそういうのはない方がいいっていう派結構またはっきり分かれてるんで、あれ。イノベーターっていうのは、ね、常に逆風を受けながらも切り開いていく。孫正義さんはイノベーターでいらっしゃいますか。いや、そう、孫正義さん。僕が、あの、頭髪がね。はいはい。あ、自分でネタされてますけどもね。ご自分でも。交代してるのではなく、はい、僕が前進してるんだ。そう、ツイッターで言ってらっしゃいました。ツイッターでおっしゃってた、はいはい。まさにあれが、あれこそがイノベーターの発言ですよ。はいはい、逆転の発想ですね。そうです。頭髪が交代してるんだな、ね、て。僕が前進してるんだ。頭髪が私に追いついてないんだって、孫正義さんの名言ですよね。あれはね、世界に残したい名言の一つですよね。うんそれぐらいの意気込みで胸毛がないとかじゃなくても、だったら胸毛をもうつけあ、いや、違うね。胸毛がないことをそういうふうな言い方をしなきゃいけないよね。はいはいはい。うん、胸毛がないんではない。胸毛がないんじゃなく、チン毛がないんじゃなく、俺が前に出てるから、から毛が全部後ろの方に毛が追いつかなかった。背投げとかに行っちゃってるんじゃない。もう全部抜けちゃったんだ、毛が。すごい結論になりましたけど。これとかその深い部位の。この曲はそれで見てみたい。深い部位の。アオーって言いながら。アオーって言いながら。小前主の逆の、福山雅治とギャング。福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオ有楽町日本放送から全国にオンエア。なるほど。パン問題、今、なんかいろいろこう、ツイッターとかにも飛び火してるみたいですけどもね。うん、あの、さっきの世界で最もかっこいい男性トップ10っていうのが、はい、来たんですけども、みんな、どうなってるんですか？これ10位はですね、まず、ナンバー 10! 10位ね、ダニエル・クレイグですね。あの、007ですね、今。ダニエル・クレイグ。ものすごい男濃度が高い人が10位に入ってきますよね、これね。ダニエル・クレイグさんもあれですよね、007やり始めた頃と随分その男度がムンムンになりましたよね。やっぱ007 2作目、3作目になって、この間もね、あの、スカイフォールとかすごかったですよね、なんかもう。もう完全に自分のものにね、うんうん、されてるって感じですよね。第9位は、ナンバー9、ブラッドレイ・クーパー。これあのほら、ハングオーバーの、ブラッドレイ・クーパー。はいはいはい。ハングオーバーだとなんかちょっとアホな感じですけど、やっぱまあイケメンですから、これ。イケメンだな。これ世界でもかなりあのセクシーな男性、なんかベストなんとかみたいに選ばれてる人たち。そして8位は、ナンバー8。あ、8位は来ました、ジョニー・デップ来ました、これ。ジョニー・デップ。すごいですね、これ。
まあ、いわゆる本当にもう、しもされぬイケメンが。そりゃそうそう。7位なんでしょ、俺。7位が、ナンバー7。レッドカーペットの時の。マサハル福山。蝶ネクタイ姿の福山さんが5位ランクイン。っていうか、なんで、わかんないです。おかしいでしょ。どういうランキングな集計なのかよくわかんない。わかんない。で、6位は、ん 6位はナンバー6。あの、アイアンマンのロバート・ダウニー・ジュニア。おう、ロバート・ダウニー・ジュニア。これもね、おじせんにはたまらない、この、うん。しかも、俺の名前がカタカナで書かれてるところがいいよね。福山またあるって書いてありますね。そして5位はナンバー5。ヒュー・ジャックマン。おう、ヒュー・ジャックマン。同い年、我々と。そうなんですよ。胸毛ムンムンですよ、この方、今。いや、ヒュー・ジャックマンはやっぱり肉体派ですね。筋骨隆々。はい。これはジ・アメリカンですね。そして第4位は。ナンバー4。これ今ね、本当にイケてる俳優のライアン・ゴズリングっていう。ライアン・ゴズリング去年ドライバーとか映画出てました、ね。あ、でしたね、ドライバー。いやー、この人なんか、この人が出てくるだけでもなんかこう映画がすごい引き締まるという、いい俳優ですよ、これ。ああ、そう。4位。4位。さあ、ベスト3いきます、ベスト3。ナンバー3。あ、ブラピ来ました、3位に。おう、ブラッピット。そして2位は。ナンバー2。ベッカム。ベッカム、どうしてベッカム、急にベッカム、どうしてベッカム、世界のイケメンですから。そして、流行る、ナンバー、ナンバー、ワン。これ分かる人分かるの、私これもう爆笑しちゃいましたけど、1位がジェイソン・ステイサムっていう。これね、これ私大好き、大好きだ。いや、どうなった？いや、これね、あの、アクション俳優で、はい、あの、アドレナリンとかね、はい。はいはい。あと、ポーターとか。ちょっと僕存じ、トランスポーターとか、トランスポーターとか。とにかく、ね、この人が出てくると、だってアドレナリンとかは、うん、心拍数がある一定以上から下がると、うん、爆発するみたいな、状況で、常に、アドレナリンを出し続けないとお前は死ぬっていう状況の映画とかに主演したりしてたり、それぐらいもう、ジェイソン・ステイサム好きからしたらこの1位は納得ですよ、これ。まさに男っていう。ジェイソン・ステイサムさんと、デビッド・ベッカムさんって、急にちょっとわからなくなったな。涼しげなイケメンなのかと思いきや、急に、ジェイソン・ステイサムこそ、いわゆるほら、頭つるんでしてるけどセクシーって言われてる代表格ですよ。ね、このランキングね、1位と2位と7位がわからない。1、2、7がわからない。そうですね。どういう基準の、あとはわかる。ああ、まあまあ。でもそれも男臭い方がいいのか、なんかいけ、いわゆる。あとは、ほら、割とその、スターとしてのバリューがあるじゃないですか。ああ、そうですね。確かに有名な方多いですね。で、確かにデイビッド・ベッカムさんは、世界で一番有名な多分サッカー選手で、大スターサッカー選手ですけれども、このね、1位と2位と7位がね、このランキングの信憑性をね、低くしてるね。1、2、7が。これわかんないですよ。今すごいネット上でこのベスト10が。しかも写真がまた、そして父になるでね、こうレッドカーペット歩かれた時の、写真になってるね、これ。福山雅治。なぜこれ福山雅治になってるね、カタカナでね。これだから多分海外とかではこうアルファベットで福山雅治になってるんです、多分。ジェイソン・ステイサム。ジェイソン・ステイサムさんです。これね、ジェイソン・ステイサムがこうトレンドワードバーがってきます、ね。これ、いや、これ好きな人はたまらない。まさに胸毛。男のフェロモンっていう。アメリカの俳優の方ですか？これね、アメリカ、でも結構ヨーロッパの映画とか、イギリスですか？イギリスかな？イギリスだ。あ、ロンドンの俳優。そう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 。とにかくこの人が出てくると、何かが起こる感じがもうすごいするって映画とかでも。イギリスの俳優さんというのはね、やっぱりちゃんとその、舞台の下地があったりとか、あと、舞台に上がるのが、試験というか免許というかあるんだよね。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。ちゃんとそういうのが、合格しないと上がれないらしいですよ。厳しいですよね。厳しいんですよ。舞台の本場という。うん、でも、ジェイソン・ステイサムさんはその試験の人とはまたちょっと違う感じの。いや、どう考えても舞台俳優でしょ。そうですか。そうか。私の中ではなんか、もうアクション俳優っていう。あ、でも、やっぱ舞台の下地がある人が多いみたいですよ、イギリスの俳優さん。ダニエル・クレイグさんなんかもね。
イギリスの俳優さんですけどね、うん、いいですね。1位がジェイソン・ステイサム、7位が福山雅治、うん、盛り上がりましたね、ありがとうございます。これ結局誰が選んだか未だによくわかんないんですけど、これが今すごいネットで出回ってるんですよね、うん、日本ではね、日本では世界で最もかっこいいトップ10っていうね、そしてあのホットスポット、はい、あの見た方からもねすごいたくさんの感想が届いておりますね、はい、子供がそうそう、うん、茨城県の小学校4年生の女の子ミミチちゃんからいただきました、うん、福山さんこんばんは。こんばんは。私は小学4年の女子です、うん、昨日お母さんと一緒にホットスポット見ました、うん、普通に生活していては知ることのできない自然のことを知ることができて、うん、とてもためになりました、うんうん、福山さんの分かりやすい解説がとても良かったです、うん、ただ一つびっくりしたことがあります、はい、それは福山さんが高いところが苦手だということです、はい、福山さんは何でもできるチャレンジャーだと思っていたので、イノベーターですもんね、何でもできると思っていたので少し笑えましたって書いてあります、うん、お母さんは可愛いと言っていました、うん、またこのような番組をやってほしいです、待っていますよって、うん、本能的に高いところを苦手ですね、嫌いですね、怖いですね。でもそういうね、撮影とかでも何でも行かなきゃいけない時あるわけですからね。しかもあれ、ロープのね、はい、ロープで吊るされるってやつなんで、うん、ロープってほら、うん、ね、はい、切れる可能性があるでしょ。いや、そんなこと始めたら何でもかんでもそうですけども。でもなんかロープの強度とさ、うん、あね、もうちょっとその、超合金みたいなの強度違いますよね。超合金。まあまあ、確かにビルの屋上とかとのそのビルの強度とか全然違うでしょうけど、うん、しかも木が折れるかもしれませんよね。まあまあそんなこと言い始めたら何でもそうですね。いやいや、そんなこと言い始めたらじゃなくて、その危険度リスクのパーセンテージの問題ですよ。あ、僕はね、そういうこと考えるんだな。だからよくその観光地とかにある、はいはい、バンジージャンプのやつとかね。あ、まああの持ってるほうかですよ。そうですか。そうじゃなくて、ほら、なんかケーブル、ロープウェイ、ロープウェイみたいな。ロープウェイとか、はいはい。あるでしょ？ケーブルカーみたいな、ね。ああいうのですら不信感を持って乗りますから。ああ。まあもうそうしないと、まあ歩いていくか行かないか乗るけど、うん。うん。だから僕がいつも、スタッフにも言いますけど、うん、ことわざというか、標語というか、はい、思ってるのは、うん、形あるものはいつか必ず壊れる。それは、はい、今日かもしれない。そんな。というのをいつも言ってます。そんなこといつも言ってんですか？いつも言ってますよ、高いとこ行くときとか。ああ、本当ですか？ああ。形あるものはすべて、いつかな、壊れるでしょ？まあ、永久なものは、永久不変なものはないですよね。ないでしょ？それは、今日かもしれない。はあ、はい。いつってのは分からないでしょ？はい、はい。この今、日本放送の、我々がいる、この床とか天井とか、壊れるかもしれない。そんな壊れない、壊れないと思いますけど。いや、いつか、ね。そんな急にドリフみたいに壊れることはないと思いますけど。ドーン、ドッシャン、ガラガラガラーってなる可能性がないわけではない。100% ないとはこれ言い切れないわけですよ。まあまあまあ、そりゃそうですね。はい。そして僕は、その、数パーセントのね、ほんの 1%、コンマ 00% かなんかわかりませんけれど、はい、その可能性にかけて長崎から上京してきたわけですよ。あ、ね、それこそ周りから見たらそんな無理だ無理だもんそのね。もうだって知ってるでしょ、うん、はい、総口さんも小原さんも、はいはいはい、俺が大バカ者だっていうことぐらい、普通だったら考えてやめるだろうというね。ありえないじゃん、だってさ、そんなさ、俺の中小中高のあり方でさ、はいはいはい、そんなデビューできるわけないじゃん。はいはい。でもデビューしたでしょ。はい、しちゃいましたね。で、なんか、ちーにーちゃんとかで、こう、はいはい、認知されちゃったりとか、まあいろんなこと、まああげればキリがないから言いませんけれども、はいはいはい、あったでしょ。それってものすごい、針の穴の糸を、針の穴に糸を通すよりも可能性としては低いですよ。そしてね、もう、そういうことも経て、今はもう全身自分のブランドで固めて、そしてラジオをやって、してさらには、世界で最も、7位ですよ。最もかっこいい男を、ね、ジョニー・デップさんを抑え、7位で、ジェイソン・ステイサムさんにかなり引き離されて7位ですよ。でも、世界で10人のうちに入れるなんて、それはその時ね、
言ったら、まあ、周りバカかと、当時だったら言われたはずで、そんなことあるわけなかろう。そんな低い可能性でもこうなるわけですから、この、日本放送の。いや、まあまあさ、それから比べたら日本放送今床抜ける可能性ある。危ない。の方が高いです。危ない。どっちかっていうと。世界中にカタカナで7位、第7位福山雅治って書かれる可能性よりは、あの、7位さ、7位さ、カタカナ、どうせカタカナって書くんだったら、雅治福山にしてくれよ。そうですよね。これこのまま海外に、FUKU って言ってる可能性ありますよね、これ。ひっくり返してくれよ、どうせだったら。確かに確かに。誰が作ったんだろうな、これ。それの可能性に比べたら今床がドーンって抜けて、一階までわーっと落ちていく可能性の方が高そうな気がしますよ。この目の前のガラスがバーシーンってこんなね、頑丈な倒れてくる可能性の方が多い気がする。僕がこのエンターテインメントの世界で、こうやって活動、活躍させていただいてる確率に比べたらそっちの方がはるかに高い。だからもう、形あるものも、そう。高いとこ行ってロープ釣られてる。だからバンジージャンプなんてね。バンジージャンプとか、あとスカイダイビングとか。あと、私、何度もやったことありますけど。何のためにやってんの？午前中にスカイダイビングやって、午後にバンジージャンプやった。それ、何のためにやってんの？なんか楽しいじゃないですか、こう、なんかこう。なんか楽しいだと分かんない、あの、ほら、いわゆるこう、足がこんなつかないようなところから、シャーって降りたりするのって、なんか不安定な感じになったりって、普段と違うこう、感じがやる。うん、だからそれが、何を楽しみたいの？それとスリルとか。そう、スリルはありますよね。なんでスリルなんかわざわざ味わう必要があんの？いや、まあまあまあ。生きてるだけで十分スリリングじゃん。今の感じだったら偉いスリルですよね、そのパーセンテージから考えたら。すごいスリリングだよ。一か八かでほとんど勝ちがないゲームを今勝ち続けてきたわけですから、これで。武井壮さんだってすごいスリリングに生きてるわけでしょ？そうですよね。常に。武井壮さんとジモンさんの対決なんか素晴らしいじゃないですか。百獣の王同士の対決ですからね。そうですよ。ああいうスリルを、もう、実践してらっしゃる。わざわざそんな高いところから飛んだよ。そうそう、なん、よっぽどご自身の人生にスリルがないと。いや、まあまあ、そう言われればそうですけど。いうことで、よろしいですか？いや。そういう解釈で。そう考えたら、今すぐにでも床が抜けてもおかしくないと思いました。おかしくないですよ。福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオ、有楽町日本放送から全国にオンエア。暑い暑い夏の甲子園も今日から3回戦ということで、大画面高精細の東芝 4K レグザによるかつてない臨場感、感動、興奮の映像とともに体感されている方も多いと思いますが、そんな東芝さんとタマラジがお送りしているこの夏のコラボ企画、福山さんタイトルコールお願いします。真夏の恋の感動体験物語。夏は海や山、祭りや旅先で繰り広げられる恋という感動を数多く生む季節ということで、夏ならではの異性に対する感動体験のエピソードたくさん今週も来ております。京都府のみことさんでございますね、15歳、はいはい、みことちゃん15歳。みことちゃん、私は今年4月に晴れて第一志望の高校に入学した高校1年女子です。おめでとう。私の高校は京都で1、2を争うような進学公立高校なので、先生はとても丁寧に指導してくださいます。放課後に質問に行くことも私たち生徒にとって当たり前になっています。そこで、私も夏休み中に友達と2人で英語の先生に質問に行きました。その先生は私の憧れの先生です。その先生のことは入学前から知っていました。それは去年の秋、志望校を決定するために学校説明会に参加した時のことです。そこで体験授業があり、その時にちょうど担当されたのが今憧れている先生でした。イケメンで俳優の瑛太さんに一目惚れして即志望校に決めました。本題はこれからです。瑛太さんにの先生に英文法の質問をしていました。私は本当に英語が苦手で全くちんぷんかんぷんなので片っ端から質問攻め。エキサイティングとは興奮させるという意味ですが、まあ、興奮ね、現在分詞と過去分詞にした時の訳し方が他の単語と異なるという説明をしてもらいました。そこで先生は例を挙げてくれたんですが、俺がさ、まあ、例えばさ、ちょっとエータの真似ができないんだけど。全然できない。そんな感じだっけ、そんな感じだっけ、そんな感じだっけ。俺がまあ例えば、教室でいきなり脱いだ。そしたら君たちは、興奮するだろ？興奮するだろ？
まあ、いい意味でかどうかわかんないけど。その時、俺は興奮させている。興奮させる方で、君たちは興奮させられている。つまり興奮する。ってことだ。だから俺が現在分子で君たちが過去分子になるんだよ。とってもわかりやすいんです。わかりやすいのかな、これ。わかりやすいのかな、まあまあ。とってもわかりやすいんですが、突然脱ぐっていうワードが飛び出して、私は一瞬パニックになって、先生、選ぶ例がすごいって、にやけそうになってしまいました。その時のことを思い出すと、にやにやとにやけてしまいます。夏休みのクーラーが効いてない暑い廊下での私の憧れの先生との大事な思い出です。すごいなぁ。へぇ。やっぱりその、純粋であるっていうことは非常に危険をはらんでるってことですよね。そうですね。ピュアであるがゆえにね。大変危険ですよね。なんか。普通だったら逆にピュアじゃないと、先生何飛んじゃいみたいな感じになる可能性も、まあ、正直ドン引きですよね。普通は。それが、逆にこれが大事な大事な夏の思い出になってしまうっていう。好きっていうことで、すべての負の要素が、なくなって、はい、いい方に転ぶっていう、これはもう完全にミコトちゃんはドーパミンのせいですよ、それは。ああ。まさに興奮している状態ですよ、常に。エキサイティングな状態ですよ。ああ、その先生とも目が合って喋ってるだけでずっと常にもうドーパミンが出まくって、ドバドバ出まくってる感じ。そう。もう会ってない時も出てる。ああ。会ってない時も、ぽちゃっ、ぽちゃって出てる。あの蛇口が、はい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 。ちゃんと閉まってない状態。はいはいはい。会うと、バシャーババババババって出ちゃうから。っていう。すべてに対してもう OK っていう感じ何があってもっていう。まあでも大体そういうのって1年半ぐらいで収まるらしいんだけどね。まさに今若いから。ああ。まあ出したことがない蛇口から出ちゃったもんだからこれも。脳内物質がね。はあ。なるほど。危険だな。いやいやいや、まあ。危険もはらんでるな。まあでもこれが一応勉強につながったんでまあよかったかなというね。まあね。まあね。さて、真夏の恋の感動物語、まだまだお待ちいたしております。時に甘酸っぱく、時にちょっとエッチな、真夏の恋の感動体験エピソードを 4K レグザのようにきめ細やかな、臨場感あふれる文章で綴ってください。超豪華なプレゼントが当たる大抽選会。いよいよ、これは、あ、まだですね。この後、だん近づいてきましたんで。うん、皆さんどんどん待ってます。うん、メールは、masha@allnightnippon.com。masha@allnightnippon.com。masha のスペルは masha で、おところとお名前、電話番号、学生の方は学校名も忘れずに、たくさんのエントリー、待っております。はい、じゃあ、突然来たね。恋の季節。うん、福山猿で、all my loving。福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオ、たまりくのお時間です。北海道のノリちゃんでございますね。今週高校時代に1年間お世話になった男の先生2人で飲みに行きました。先生と2人でね。おう、その先生とは学生時代から曖昧な関係でした。うん、放課後二人で話をしたり、家まで送ってもらったり、食事に行ったり、手を握られたり、危険だ。先生のことを、先生として以上に好きなのか自分でもよくわからなかったし、先生も私のことどう思ってるか全くわかりませんでした。それが3年間続いて私も20歳になり、今回飲みに行き、そこでお酒の力を借りて今までどう思っていたのかを聞き出そうと思いました。結局そこではうまく話を聞き出すことはできませんでしたが、先生は私のことを生徒以上には思っていなかったのだなというふうにはなんとなく感じました。私は心のどこかで特別扱いされたいという気持ちがあったのかもしれません。しかしこれからはお世話になった先生として関わり、いつか今までのことを笑い話にしてまた飲む機会があればいいなと思っています。さよならの数だけ大人になるなんての歌詞が最近ますます胸に刺さり、いろいろ考えさせられます。リクエストガールをお願いします。はい、なるほど。でも手を握ったりっていうのはさ、ねえ、ほら、何ですよ、ねえ、手握ったりっていうのはさじゃあ聞いてください。ガール
恋をしてたねが笑っておくれよが、どんな瞳でが今は誰を見つめているの。木漏れ日の中を歩けば不意に思い出す君の面影が報道に溢れ出してゆく。何度も抱き合った会うたびキスをしただけどもいつしか二人違う明日見てた。恋をしてたねが笑っておくれよが、どんな瞳でが今は誰を見つめているの。眠れない夜は朝まで話をしたけど大切なことはいつでもジョークにしてたね。さよならの数だけ大人になるなんて寂しさごまかすための言葉だと思ってた、yeah、恋をしてたねが笑っておくれよか、どんな瞳でか今は誰を見つめているの。恋をしてたねが変わってゆくけどが、こんな気持ちをがそっと今は風に預けて、yeah。魂のラジオ。サンセバスチャン国際映画祭ね、行ってまいりますよ。はい。また戻ったらどんなことがあったのかどうだったのかね、お話しします。朝日新聞デジタル新連載楽屋話第3話は、演技論ということで。あらあら。そんな話したっけな。8月19日から25日まで、でございますね。朝日新聞デジタル、ご覧になってみてください。そして、いよいよ明日ですね。ワウワウにて、BBQ 妻恋、こちらの方オンエアになります。アミューズアーティスト、総出演でございます。ね、私、もちろん、オンエアありますので、ご覧になってください。はい。
世界のイケメンランキングジェイソン・ステイサムさんナンバーワン。もともと水泳の高飛び込み競技の元選手、イギリス代表チームなんか見たっていう。え、すごいじゃん。やっぱだからこう筋肉のつき方がやっぱね、うん、でモデルなんかもやってたみたいですけど、舞台はやってないんで、ね、あ、やってないんだ。モデルなんかからこう映画の方向に、アクションシーンもスタントなしで全部自分でやるみたいな。俳優として全てのシーンに責任があると思っているとかって。さすが肉体派というかあれだね、やっぱりスポーツ、まあ確かにその肉体が持つ説得力、身体能力としての高さを、動きそのものが、アクションそのものがお芝居であるというような、考えなんでしょうね。でもね、身長が176センチと、あんまり高くないんですよ。なるほど。ってことは、海外のその、他の俳優さん比べたら、結構頭一つ分ぐらい。うん、低いと思いますよ。うん。最近、エクスペンダブルズとか出たりしますかね、なんか、スタローンとかって。だから、アクション俳優の中の若手で結構、なんか有名な人、みたいな感じの。埼玉の彩子ちゃんからいただきました。こんましゃ。こんましゃ。世界のイケメンランキングでジョニー・デップさんのランキングの話がありましたが、先日、ジョニー・デップが来日していた時にこんな質問されてました。うんうん、どうしたらかっこよくなれるんですかって。おう。そしたらジョニー・デップは、かっこよくなるにはかっこ悪くあれ。そして世間体などを無視することだと言っていました。うん。そこでデップよりも上の7位のマシャにも同じ質問をしたいです。どうしたらかっこよくなれるんでしょうか。昔なんか、なんだっけ、誰が言ってたっけ、それ、フォークの時代だっけ、かっこいいことはなんとかっこ悪いことなんだろう、みたいな言葉がなんかあったよね。ああ。まあなんかそれ、全問答みたいな話になるよね。まあですけどね。まあでも、かっこいい、よくしようと頑張ってるのがなんか、バレるとなんかかっこ悪いみたいな、ちょっとありますよね、なんかね。まあでも、自分なりの美学っていうのが多かれ少なかれ人にはありますからね。それはジョニー・デップさんもね。男、まあ、女性もまあ、ね、いろいろ、かっこいいとは違うだろうけども、うん、なんか自分なりの、うん、女としてとか、美しさとか、綺麗さとか、可愛さみたいなことの、うん、美学があるでしょうから、うん、男としてはどうだろうね、かっこよく、引き算としては考えたりしますね。かっこ悪いことはしたくないなとか。うん、ああ、なるほど、なるほど。そっちは考えるかな。でも、ほら、ね、我々、こう、だいたい土曜の深夜にラジオをやってるタイプの人間は、はい、自己演出をするようなタイプではないですから。そうですね。かっこよくとか、たまにさ、いるじゃん。男同士で話してるとさ、なんかすっごいその気さくなのに、女の人が一人でも来ると、いや、みたいな、こう。いやいや、あ、今これ見せたいわ、今どういう、なんかそういう、いや、違う、それは違いますよね。なんか急に変わる人いるでしょ。はい。あれでも本人があんまり自覚ないみたいよ、ああいうのって。あ、意識的にやってるわけじゃないわけですね。なんか変わっちゃうみたいよ。俺なんかすごいムカついて話して文句言ったことあるもん。前あ、その人に、同級生に言って、お前さ、だって女の子って変わりすぎなんだよ、気持ち悪いんだよお前って言ったら、え、マジでみたいな。あ、多分それ女性から見ても女子の中でもあるかもしれない。男性来ると急にこうそういう風になる。多分ほぼ無意識って本能レベルでもうそんななっちゃってんじゃない。なるほど。なんかね、女の人が来ると急にと。いやいや、だからそれ見せたい、その顔見せ、不審者。いや、いるよね。いや、オーバーだけど、今のは不審者、オーバーだけど、はぁ。女性もいるよね。確かに。でしょうね、女性から見たらね、俺男性だから。男の人が来ると急に変わる女なんていうね。それは確かにかっこよくはないかもしれない、そういうのはね。だから、かっこ悪いなと思うことをなるべくやらないようには、それはもうかっこよくなりたいからとかじゃなくって、かっこ悪いことはしたくないっていう、どっちかというと引き算的な考えですよね。それはなかなか難しいのかもしれないですね。かっこ悪い振られ方。お時間です。はい、田口さん。福山でした。あれ？また来週、また。東芝レグザプレミアムタイム、福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル。この番組は、東芝がお送りしました。